はいどうもくらちゃんです。はい、じゃあ今日はね、数多くあるアクセサリーから結局どれを最初に作ったらいいのか、初心者さんは気になると思います。今回はですね、初心者さんのために真っ先に作るアクセサリー、こちらを解説していきたいと思います。まあ、かといってね、これとこれとこれとこれみたいな感じで言っていくと、まあ初心者さんね、結局優先度的にはどうなのかってわかんなくなると思うんで、俺が今回きっぱり順位付けをしてきました。今回はですね、まあ言い過ぎるとあれだと思うんで、今回は最重要のアクセサリー4つ、今回ね、俺がご紹介していきたいと思います。それでは早速やっていきましょう。まず第1位ですね。金のロザリオ。これはね、間違いなく手に入れてください。もう作るんじゃなくて、とにかく手に入れるっていうことが大事です。これ基礎効果で、致死ダメージを受けても 20% の確率で HP1 で残るっていう最強の効果なんだよね。まあつまりどういうことかっていうと、 HP が500あって、まあ、500以上のダメージを受けてしまった場合っていうのは普通は死ぬんですが、そちらを受けたとしても 20% の確率、まあ、つまりは5分の1で生き残る確率があるっていうことです。とにかくこの金のロザリオ手に入れてください。合成はどうあれとにかく手に入れるっていうことが大事です。ストーリーやってれば確か手に入ったかな。まああとはね、プチゴースネルとかそういうのね、初心者救済のボスみたいのもあるんで、まあ、普通のゴースネルっていうボスだとめちゃくちゃ強いんですが、こちらのプチゴースネルならめちゃくちゃ簡単に倒すことができます。とにかくこの金のロザリオは手に入れてください。で、2つ目ですね、大地の大竜玉。まあ、こちらも超大事なアイテムですね。まあ、初期から HP が大幅に上がる効果を持っているんで、まあ、初心者はね、結構 HP 問題があると思います。それを大きくカバーしてくれるのがこちら大地の大竜玉。こちらはね、ストーリーやってると普通に手に入るんで、まあ、大地の大竜玉は手に入るかなと思います。で、次ですね、第3位、アヌビスのブローチ、まあ、もしくはね、アンク。これはピラミッドをやることで手に入れることができます。まあ、ブローチが出てもアンクが出てもとにかく装備するっていうこと。アンクが出たらこれアンクの方が上位互換なんで、アンクの方を装備しましょう。まあ、あとはね、合成効果によって HP の上がり方が違うと思うんで、まあ、あとはね、 HP がどれぐらい上がってるかっていう感じで見て、ブローチかアンクかどっちをつけるかを悩みましょう。で、次第4位、まあ、次に作るのは不思議のカードですね。こちらは不思議の的をやることで手に入れることができます。まあ、とにかくね、 HP が15も上がるし、まあ、あとはね、 HP15 の他にも器用さだったり守備力だったり、その辺も結構上げることができるんで、総合的な数字で見た時に不思議の的をやるだけで気軽に上げることができます。まあ、なので、まあ、こちらですね、つけてください。はい、じゃあこんな感じですね。まあ、とにかく1から4番目、もうこれはね、最重要で作るアクセサリー。まあ、とにかく1位が金のロザリオで、次が大地の大竜玉、第3位がアヌビスのブローチまたはアンク、第4位が不思議のカードということです。1から3番目、金のロザリオ、大地の大竜玉、アヌビスのブローチ、アンクっていうのは、もうとにかく手に入れたらすぐに装備してください。もう別に最初からこれ作る気とかなくていいです、最初のうちは。で、比較的いろんなアクセサリーが集まったら作り出すっていうのがいいと思います。それではまあこんな感じですね。今度は部位ごとにどんなアクセサリーを作ればいいのか、まあ、というのもね、こちら表にしてきました。こんな感じです。まず顔アクセサリー、まあ、こちらはですね、アクセルギアもしくは死神のピアスがいいです。で、こちらカッコに書いてあるやつが倒すべきボスですね。このボスを倒すとこのアクセサリーが手に入るということです。まあ、コインボスだったり、あとはコンテンツだったり、まあ、いろんなものあるんで、まあ、そちらはね、ちょっと詳しくはネットを使って調べてみてください。今回俺の動画では、まあ、こういった早見表を作っておきます。で、次、首アクセサリーは金のロザリオ。まあ、介護官の銀のロザリオから作るんじゃなくて、とにかく金のロザリオから作った方がいいです。まあ、基礎効果も高いしね、効果も普通に高いので、まあ、やっぱり強い方からやってった方が俺はいいと思います。で、次、指輪はですね、これ武人将軍の指輪か、もしくは魔導将軍の指輪です。まあ、こちら行動時にバイキルとかかかったり、あとは魔導将軍だったら行動時に早読みがかかるんで、まあ、こちらもね、初心者的にはかなりありがたい指輪だと思います。あとバイキルトとか魔力覚醒の時間も伸びます。まあ非常にね、指輪でつけるんだったらこれ一強かなと思います。で、次、胸アクセサリーは、まあ、さっき言ったようにアヌビスのアンクか、またブローチで、腰のアクセサリーはハイドラベルト。まあ、こちら HP も上がるし重さも上がるんでかなりいいと思います。で、次、札アクセサリーは不思議のカードで、その他アクセサリーは大地の大竜玉で、勲章っていうのがある。まあ、こちらはあのバージョン5ちょっと進めなきゃいけないんですが、まあ、結構ストーリー進めないといけないです。スキップ機能を使った人はすぐにいけると思うんですが、まあ、こちらね、ハルファスの勲章がおすすめです。こちら攻撃力が上がるんでね、まあ、かなり汎用性が高いと思います。まあ、というかね、ハルファスにこだわんなくてもどんな種類の勲章でも HP10 上がるんで、まあ、とにかくバンマの塔っていうところに行って、まあ、この勲章は一つ持っておきましょう。
とにかく最初のうちは勲章を手に入れて装備するだけで全然いいと思います。で次証ですね。まあこちらの職業の証がいいんじゃないかなと思います。まあできればガランの勲章、こちらがいいんですが、まあやっぱり最初はね職クエをやりましょう。職業クエストをやれば手に入るんで、まあぜひね初心者さんはやってください。それではこんな感じです。いかがでしたでしょうか。まあ結構多くアクセサリーあると思うんですが、まあ単純にねよく使うアクセサリーといえばまあそんな感じでした。それではアストルティアの皆さん頑張ってドラクエ10をやってください。楽しんでいきましょう。それでは以上、チャンネル登録もよろしくお願いします。